四国鉄道は開業当初から建設を続け負債が増す一方、他国から警戒感が高まる中、それでも建設を続ける理由について現状を解説していくぜ。気になる話題だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。まず四国高速鉄道の借金がまずヤバすぎるって話からするぜ。そのヤバさは四国の経済学者が次のような記事を寄稿してしまうほどのものだ。このままでは政府が貨幣の大量発行で無理やり借金を返すしかない、ハイパーインフレーションに陥るだろう。ハイパーインフレーション？通常は過度な物価上昇のためお金の価値が下がる意味で使われるが、今回はお金自体が増えてお金の価値が下がる意味合いで使われているぜ。普段は四国最高四国最強しか言わない四国メディアや学者たちがこんな声を上げている時点で、どれだけ危機的なのかわかるだろう。四国の急成長イメージも覆るわね。中国の国有鉄道会社である中国国家鉄路集団が発表した内容を紹介するぜ。不渡りを出した不動産企業だ。バブル時代に住宅を乱立するも、そのほとんどが空室状態と悲痛な実態に陥ったところだな。2022年1月から6月決算は売上高が前年同期比271億元減の4857億元純損失は、前年同期の507億元から804億円に膨らんだんだ。2022年6月末時点の負債総額は前年同期比 3.45% 増しの6兆円に達したんだぜ。120兆円以上というのは確かに大きな数字だが、企業の負債としてどの程度なものなのか、すぐにピンとくる人は少ないだろうな。120兆円桁違いね。高速鉄道の借金としては世界最大で、2021年にデフォルトした不動産企業ひさし大集団の4倍近い数字になるんだ。ひさし大集団って何？何をしでかしたの？不渡りを出した不動産企業だ。バブル時代に住宅を乱立するも、そのほとんどが空室状態と悲痛な実態に陥ったところだな。このひさし大集団が抱えていた負債でも35兆円程度、そこで参考に戦後の日本における大型倒産で、最も大きな負債額と比較してみるぜ。戦後に倒産した企業のうち負債額が最も大きかったのは、2000年に倒産した共栄生命保険だ。その負債額は4兆5296億円、2位はリーマンショックで知られるリーマンブラザーズ証券で、それでも3兆4314億円なんだぜ。四国の高速鉄道が巨額の借金を背負っているのはよくわかったわ。そして四国高速鉄道に借金を返すあてはない。理由は四国の全路線がほぼ赤字状態で、借金の利子すら返せない状況だからだ。残念無念、それはもう身動き取れないわね。自己破産かしら？四国政府は赤字を連発している現状を無視して、高速鉄道を新しく作り続けたんだ。約123兆円が一企業の負債としては桁違いなのがわかるな。四国高速鉄道は最初の開業以来続々と建設されており、今や距離では世界の高速鉄道の3分の2を占めるとまで言われているんだぜ。四国の次にはスペインや日本、ドイツやフランスが続くが2位のスペインでさえその距離は 3100km。四国の規模がいかに大きいかわかるな。赤字で採算取れていないのに鉄道をさらに増やすなんて、相変わらずクレイジーね。何もない田舎にも線路を作ってしまった結果、運賃収入が得られず赤字路線だらけになったわけだ。アホね、利用者がいないのにどうして作るの？誰が求めているのよ？四国高速鉄道は四国の銀行から借りたお金を建設費にして、全国各地に鉄道網を整備したんだ。この借金は運賃収入から返していくことになるんだが、乗る人が誰もいないような場所では、1日に1往復しか必要とされないわけだな。だがそんな場所にも豪華な路線を作ってしまったんだ。建設スピードと距離だけを見れば順調そのものだが、なぜこれほどまでの負債を抱えているんだろうな。なぜかしら？答えは明確で採算性というものをほとんど考慮していないからだろうな。中国では2008年のリーマンショック以降、輸出が低迷し生産過剰となったんだ。鉄鋼やセメントを消費するために高速鉄道の路線延伸が加速したからなんだぜ。理解に苦しむわ。一体何がしたいのかしらね。例えば四国北西の蘭州と新疆ウイグル自治区のウルムチをつなぐ蘭新線だ。この路線は1日160往復、蘭州とウルムチからそれぞれ1日160本の車両を運行できる能力を備えているんだな。東海道新幹線の東京新大阪間の運行本数が1日150往復だから、蘭新線は日本の大動脈に匹敵するほどの規模や設備、人材を備えているということだ。だが、
その能力は全く発揮されていない。むしろ、乱心線の1日あたりの運行本数はわずか4本なんだ。4本、これまた驚きだわ。160往復できるポテンシャルがあるのに、たった4往復だけなんて。当然、4往復では建設費や維持費を回収するどころか、1回の運行あたりの電気代すら支払えないんだぜ。蘭州からウルムチまで約 1900km、東京都新大阪が片道 500km だから、その4倍弱だな。だが、蘭州からウルムチまでの運賃はわずか12000円、2等席にすれば9600円台、14000円程度の東京新大阪間より安いんだぜ。距離が4倍なのに運賃が安いって、どんぶり勘定すぎない？C 国にはこういった赤字路線が山ほどあるんだ。2路線ほど黒字路線もあるが、大量の赤字路線を抱えているのは紛れもない事実。C 国高速鉄道は崖っぷちに追い込まれているんだぜ。そして、借金の利子も莫大な額なんだ。120兆円の利子なんて、イメージもできないわ。例えば、日本の生活福祉資金貸付制度の年利は 1.5% なのだが、それでも1年間で 1.8 兆円だからな。低すぎる運賃収入では、その莫大な利子すら返せないんだよ。そして、C 国政府もこの万年赤字体制を放置してきた。それは、経済成長を優先するためでもあったんだぜ。C 国はいつから整備に力を入れてきたのかしら？C 国が本格的に高速鉄道網の整備に乗り出したのは2004年頃なんだ。この年、C 国は中長期鉄道計画を発表し、2020年までに 1.2 万キロメートルの高速鉄道を作るという方針を明らかにしたぜ。ところが、実際には2020年時点で 3.5 万キロメートルの高速鉄道が作られたんだ。約3倍、さすがに。作りすぎでしょ。作りすぎてしまった理由はあるのかしら？それは、2008年にリーマンブラザーズが破綻して、世界経済をリーマンショックが襲ったのが理由と言われているんだぜ。当時も今も、C 国は外国に安い C 国製品を輸出し経済成長を果たしてきたからな。ところが、リーマンショックで、その安い C 国製品を買ってくれるはずの外国が買ってくれなくなってしまったんだ。確かに、未だに安物は中国製だものね。実際 C 国の GDP 成長率は2008年にガクンと落ち込んでいるぜ。そこで C 国は高速鉄道に目をつけたんだぜ。鉄道を作るのには、鉄やコンクリートも大量に使い、そして車両や整備には電子機器も使うから、鉄道をたくさん作れば民間企業へ材料を大量に発注できると踏んだんだよな。そして、C 国高速鉄道は共産党所有の国有企業そこへ、公金をガンガン投入したんだぜ。なるほどね。つまり大量の路線を作ることで、政府のお金で民間企業を支えようとしたってわけね。そして、北京と上海広州を結ぶドル箱路線に刺激されて、各地方当局が高速鉄道の誘致合戦を展開。これには雇用の創出や地方経済の活性化、沿線の不動産開発などへの期待もあったが、一番の理由は官僚にとって、地域の経済成長が自らの実績となるからだったんだぜ。そのための採算度外視整備計画も少なくなかったんだ。そりゃそうよね。もっと他にやりようなかったのかしら。結果として、大都市エリアを除いては採算が取れていない路線が数多く存在することになったんだぜ。しかし、最近ではドル箱路線であったはずの北京と上海を結ぶ高速鉄道でさえ、2022年1月から6月期は10億2800万円の赤字となっているんだ。路線に関わらず、鉄道全体の運営を見直さなければならない状態なんだぜ。じゃあ、C 国高速鉄道が抱える10億2800万円の借金は、絶対に返せない借金じゃない？高速鉄道に詳しい北京交通大学の張健氏は、C 国の鉄道は常に補助金頼みで、負債の支払いのために新しい負債を増やし続けていると説明しているんだぜ。一部の評価からは元本は愚か、負債の利子さえ払えない路線も多くあったんだな。補助金に頼る持続不可能な高速鉄道は債務危機が起こるのを待っているようなものだという批判も出ているそうなんだ。さらに張健氏は、高速鉄道の建設費は普通の鉄道の2から3倍もするのに、運用が効率的ではないと指摘しているんだぜ。なんなのよその企業。理由は、C 国政府が注入するお金の原資は税金だからだ。実は鉄路集団が抱える額の借金より、こっちの公金注入の方が、はるかにハイリスクだと考えられているんだな。どういうこと？動画冒頭で C 国の経済学者が、このままでは政府が貨幣の大量発行で無理やり借金を返すほかない、ハイパーインフレーションに陥るだろうと言っていたな。なぜ、ハイパーインフレーションに陥るかというと、鉄路集団の債務がそのまま C 国政府にのしかかるからだ。
簡単に言うと、高速鉄道関連の300兆円の借金を中央政府が返済しようとしたら、300兆円の貨幣を発行して無理やり返すしかないってことなんだぜ。だけど、そんなことしたらお金が出回りすぎてお金の価値が下がり、とんでもないインフレになってしまうってことだな。そりゃそうでしょうよ。何さっきから、当たり前のこと言っているのよ。北京上海などは1区ムあたりの年間乗客数が4800万人だが、人口が少なく広大な地域に作られた蘭州ウルムチ路線などは230万人ほどなんだ。全体の平均は1700万人で、これは日本の新幹線の平均3400万人に遠く及ばないんだぜ。つまり、C国の鉄道が採算を取るためには、日本以上に緻密なプランが必要になるだろうな。これまでにどんな鉄道を作っているのかしら？例えば、2022年2月に開催された北京冬季オリンピックでも、C国は新路線を作ったんだ。五輪開催中でも1日あたりの運行本数はわずか17往復。そして、五輪が終わった後は、なんと1日1往復しかしていないんだぜ。誰か、将来のことをアドバイスしてあげられる人はいないのかしら？駅前の商業施設は閉鎖中で、まるでゴーストタウンになっているんだな。C国は北京と河北省ハリエ区に分散するオリンピック会場を約1時間で結ぶ新路線を建設したんだ。その投資額は580億元と言われてるぜ。万里の長城の地下深くを通る全長約 12km のトンネルを貫通させ、ハイテクオリンピックの象徴として自動運転システムも導入したんだ。もはや、立ち止まるつもりもないのね。しかし、C国の威信をかけて1兆円超えに相当する資金を投じたのにもかかわらず、今となっては有効活用されていないんだぜ。オリンピックが終わったら需要がなくなるかもとは考えなかったんだろうな。このような C国鉄道の現状は、灰色のサイトを表現されているんだぜ。灰色のサイトって何？灰色のサイトは市場において、高い確率で大きな問題を引き起こすと考えられるにもかかわらず、軽視されがちな潜在的リスクのことだ。居住の際は普段おとなしいものの、暴走を始めると誰も手をつけられない破壊力を持つことから、こうした比喩に使われているんだぜ。何か根本的な解決策を講じない限り、灰色の災害いつか中国経済に壊滅的なダメージを与えるのではないかと考えられているだ。しかしこのような状況にもかかわらず、C国の鉄道計画はとどまることを知らないんだぜ。誰かやめなさいよ。現在の世界最速の営業速度 350km をさらに 400km に引き上げ、2035年には営業距離を7万 km にする計画を発表したんだぜ。2020年時点の総延長は 3.5 万 km だったよな。これを一気に2倍にするという大計画だな。言葉にならない。約123兆円の負債がありながらなぜこのようなことができるのかといえば、中国国家鉄路集団が国有企業であり、もともとは鉄道行政を担当していた鉄道省の下部組織だ。どれだけ借金が膨らもうとその膨らんだ借金が返せなくても、C国政府がお金を注入して、絶対に倒産させないんだ。中国が高速鉄道を国内だけではなく、国外にも広げている背景には構想が一帯一路あるんだ。これは簡単に言えば、中国の経済圏を中央アジア、中東、欧州へと拡大する国家戦略なんだぜ。もはや、立ち止まるつもりもないなんて。2013年に習近平国家主席が構想を発表し、2014年にアジア太平洋経済協力会議で国外にアピールしたんだぜ。一帯とはシルクロードを基幹とした陸上の経済圏一路は、海路の経済圏でユーラシア大陸南側沿岸諸国と欧州を結んでいるんだ。陸を結ぶのはやはり鉄道だよな。C国は世界一の鉄道網を作り、その名声をもとに他国へどんどん鉄道を売り出しているんだ。C国ってとりあえず勢いある国だと思っていたけど、よくわかったわ。その手前どんなに赤字でも、国内の高速鉄道の建設は止められないだろう。一帯一路自体は沿線国との相互発展という名目で進められているんだぜ。しかし、本当の目的は、欧州と C国を結ぶルートの整備だと言えるんだ。ヨーロッパとの連携を強めるのが目的で、その道中に過ぎない沿線国の発展を本当に考えているかどうかはわからないんだぜ。でしょうね。その証拠として、C国の高速鉄道は各国で問題を巻き起こしているんだ。その一例がケニアだ。C国からの融資によって、インド洋に面するケニアの港湾都市モンバサ都市とナイロビなどを結ぶ鉄道が2017年に建設されているぜ。一帯一路構想に含まれるアフリカでのインフラ計画として、最大規模でケニア政府に約50億ドルを融資し立案から建設まで大部分を C 国側が担ったんだぜ。旅客数はそれなりに順調に伸びたものの、その後様々な問題が吹き出しているぜ。どんな問題が吹き出しているの？例えば、収益の柱である貨物取扱量が低迷し、開業以来赤字が継続中だ。しかも、
2019年から C 国輸入への返済が本格的にスタート。この C 国輸入の融資条件は厳しいものだったんだな。例えば、日本がモンバサ経済特区開発のために現在行っているケニア向け印借款は、金利が年 0.1 据え置き期間12年償還期間40年なんだ。しかしケニアが第一期鉄道建設のために C 国輸入から借りた一部の商業融資は、金利がロンドン銀行間取引金利に 3.6 を上乗せし据え置き期間5年償還期間15年だったんだぜ。日本は金利が 0.1 に対し、C 国から借りたら 3.6 なの？ケニアはこうした厳しい条件の対中債務を返済するために、これまで鉄道開発税を投入したり、内陸国向けのトランジット貨物の輸送に対して、この鉄道の利用を義務付けようとしているんだ。それでも、C 国輸入への返済の目処はまだ立ってない上、住民から反発を受ける結果になっているんだぜ。そのため、このままではケニアは債務の罠に陥るのではないかと心配されているぜ。債務の罠ってどんな罠が仕掛けてあるのよ？債務の罠とは、国債援助などの債務により、債務国国際機関の政策や外交等が債務国側から有形無形の拘束を受ける状態のことだ。タイムトラップや借金付け外交などとも言われているぜ。タイムの罠の代表的な例がスリランカのハンバントタ港だ。ハンバントタ港は中国からの多額の融資で建設されていたが、債務の返済に窮したスリランカ政府が運営権を事実上、中国に譲渡したんだ。借金付けになって最終的に運営権を渡す形になったのね。ハンバントタ港は軍事利用の可能性も示唆されており、最初から港の権利を手に入れることを前提に融資したのではないかという指摘もあるんだぜ。そして、ケニアにもインド洋に面したモンバサ港という良港があるんだ。この港は、ウガンダやルワンダといった東アフリカ、内陸諸国の物流網のゲートウェイになっているんだぜ。将来的にこの港にも C 国の魔の手が伸びるかもしれないんだな。あ、すでに嫌な予感しかしないわね。他にも、日本の受注を横取りするような形で獲得したインドネシア高速鉄道計画において、C 国は数々の問題を引き起こしているんだ。2022年12月18日、ジャカルタバンドン高速鉄道の建設工事現場で起きた事故だぜ。機関車の後押しにより改装中だった軌道敷設用の機材が、線路終端部分を突破さらに防振して、掘り割りの乗り面に衝突し大破したんだぜ。当時この機械に乗車してたと思われる C 国人作業員のうち2人が死亡、5人が重軽傷を負っているんだ。まったく、他の国にかまかけていないで、まずは自分の国の借金問題をどうかすべきでしょうよ。2023年6月の開業予定に影響はないとのことだが、そもそもこの2023年6月開業というスケジュール自体が、非現実的で現場にしわ寄せが来た結果、事故が起こったのではないかという指摘があるんだぜ。工期の遅れによる費用超過も深刻で、財務負担ゼロの条件で契約したのにもかかわらず、2021年11月にインドネシア政府は約 4.3 兆ルピアの国家予算を投じることを決定しているんだ。財務負担ゼロの約束がなんで 4.3 兆ルピアも投じることになったのよ。また、2022年11月にインドネシアバリ島にて開催された G20 では、ジョコイドド大統領と習近平国家主席による試乗会が行われるはずだったが、日程の調整が困難という理由で、習近平国家主席の試乗は断られているんだぜ。これは C 国の鉄道の安全性に不安があるからでは、とも言われており、このようにインドネシア高速鉄道は開業前から残念なエピソードが尽きないんだな。C 国の鉄道に不安がある。ごもっともね。C 国が国内で鉄道を増やすのは勝手だが、問題だらけのものを海外にもばらまくのは勘弁してほしいな。ここから海外の反応を見ていくぜ。お願いね。一帯一路の対抗策として、日本製の鉄道がもっと安価に手に入るようになると嬉しい。質がいいから、価格も高いというのはわかってるけど、発展途上国にはなかなか手が届かない価格だからな。家に人を入れる際には、気をつけなければならない。入れるのは簡単だが、悪魔だったら退散させるのは大変だ。時には逆に追い出されてしまうかもしれないし、C国と手を組むのはこういうことだ。取引をする相手はしっかり見定めなくちゃいけないわね。一帯一路は、単なる貿易や不動産の取引でない署名してしまった貧しいアフリカ諸国の例からわかるように、これは C 国が外国への経済的影響力を拡大し、利益を引き出すためのものだ。C 国の鉄道事業がよく見えるのは最初だけ、実際は永遠に借金が増え続けるプロジェクトだからね。インドネシアでの C 国による工事の現場を見たことがある？やり方がアホみたいよ。C 国は赤字続きのようだけど、日本の鉄道は黒字なんじゃないの？実は最近喜ばしいニュースがあったんだ。
2022年4月から9月期の連結決算において、鉄道大手18社すべてが3年ぶりに営業黒字を確保したんだぜ。新型コロナウイルス災いからの経済活動の正常化が進み、鉄道の旅客需要が回復したと考えられているぜ。また、4月から12月期連結決算では、JR 東日本など JR3 社が4月から12月期としては3年ぶりに黒字を確保したんだぜ。やっぱり C 国と違って日本はすごいわね。 C 国も日本を見習ってほしいわ。JR 東日本が発表した売上高は前年同期比 16.5% 増しの1兆7270億円、純損益は725億円の黒字なんだ。前年同期は837億円の赤字だったことを踏まえると、大きな変化と言えるな。鉄道運輸収入はコロナ前に戻ったとは言えないものの、75% 程度には回復したそうだ。このまま上り調子が続いてほしいな。日本の味方。大変なことが起きたんだ。なんとアメリカが中国に対して、1兆円の賠償請求をしたんだぜ。1兆円？それってとんでもない金額よね？どうしてそんなことが起きたの？きっかけは何だったのかしら？きっかけは、世界中を震撼させている新型コロナウイルスが流行り始めた場所が、中国の武漢にある市場だということなんだ。武漢市は中国の中部、湖北省の東部、長江とその最大の支流観光の合流点に位置する都市だ。中部地方及び長江中流唯一のメガシティで、湖北省の省都及び華中地方唯一の副省級市でもあるんだ。割と大きめの都市なのね。それで、なぜそんな巨額の損害賠償が請求されたのか知りたいわ。アメリカのエネルギー省はこのことから、新型コロナウイルスが発生した原因は中国にあると断定したんだ。それが1兆円の賠償請求につながるの？とてもじゃないけど、中国が払えるような額だとは思えないわ。1兆円は中国の国家予算の数倍の賠償になるから、もし本当に支払ったとしたら中国はあっという間に崩壊してしまうんだぜ。まあ中国は前々から怪しいところあったし、崩壊したところで問題ないってところでもあるんだけどな。そんなこと言ったら中国がかわいそうよ。ということで今回は、アメリカがどうしてコロナの発生源を中国だと断定したのか、中国の研究所コロナ流出のヤバすぎる嘘と闇について詳しく解説していくぜ。あまり報道してこなかった繊細なトピックだから、じっくりと解説していくぜ。興味深いわ。今までニュースなどでも取り上げられていない話題なのよね。今回もよろしくね。ことの発端は、アメリカの他のエネルギー省が、新型コロナウイルスは武漢の研究所から流出したと発表したことだ。それが本当なら世界的な問題になっている今、ウイルスを発生させて流行らせてしまったんだから、中国は責められて当然よね。アメリカは新型コロナウイルスが流行り出した当初から、その発生源を調査しているんだ。2021年の時点でまだ武漢のウイルス研究所からの流出か、それとも動物から人への自然感染か、どちらか判定できないと報じていたんだぜ。それなのに急に損害賠償を請求するほどになるなんて、何か確信できる情報があったのかしら。中国の武漢研究所から新型コロナウイルスが流出したと判断した理由には、まず初めて感染者が発見された患者がその武漢研究所から40分の距離にある市場から出たことだ。そして新型コロナウイルスのゲノム解析を行った結果、どうも自然界にはありえないものがあったからっていうのも挙げているんだぜ。もしそれが本当なら一大事ね。損害賠償を請求するのも納得だわ。このあたりの話は、ニュースで見たことがあるからなんとなくわかるわね。これを受けてアメリカのトランプ前大統領は公の場に4ヶ月ぶりに顔を出し、中国はアメリカと世界に賠償金を払うべきだと立場を明確にしたんだ。新型コロナウイルスで困っているのはアメリカだけじゃないものね。この説が本当なら、そう言われてしまうのも仕方がないわ。トランプ氏はこの演説で中国は彼らがもたらした死と破壊の代償として、10兆ドルをアメリカそして世界に対して支払うべきだと発言しているんだ。さらに制裁として中国製品 200% の関税を適用すべきだという考えも明らかにしていたんだぜ。中国の製品の関税を上げるのは賛成だわ。中国の製品って品質も微妙なものが多いし、その割には高いもの。そうだな。中国製品はよく壊れるイメージは多くの人が持っているだろう。前々から新型コロナウイルスについてアメリカ政府と中国政府は対立関係にあったから、譲れなくなってしまうことは目に見えていたんだ。来るべき時が来たって感じね。確か調べたところによると、新型コロナウイルスは中国で止めることができたかもしれないっていう発言もしていたんでしょ。ああ、そうなんだ。確かに中国が新型コロナウイルスを中国で止めて、世界中に広がらなければこれほどの大問題にならなかったんだぜ。
コロナが流行ったせいで、世界的に活躍した人が亡くなったりっていうニュースを見るたびに、胸を痛めることもなかったかもしれないわね。そこに、さらに中国がコロナウイルスを作ったかもしれないなんて説が流れ出したから、余計に中国は憎しみが向けられるようになったんだぜ。なんだか、アメリカと中国の敵対関係が前よりも明確になった感じがするわね。トランプ氏は武漢研究所の所長でもあるファウチ氏に対しても、ファウチ博士と中国とのやり取りは誰にも無視できないほど明確だと言っているんだぜ。研究所の所長なら責任も取らなければいけないし、それも当然のことだと思うわ。さらにこれを受けて2023年1月26日アメリカの議員の人たちによって、中国が嘘をつけば人が死ぬ法案というものを提出したんだ。何それ、ちょっとわけがわからない法案名だわ。どんな内容なのかしら。とても気になるわ。この法案は、新型コロナウイルス発生初期に中国が取った行動を罰するためのものなんだぜ。ウイルス発生初期、一体中国はどんな行動を取ったの？実は当時、武漢では原因不明の肺炎が流行っていて、武漢の所属する医師たちはこれについて注意喚起をしていたんだ。しかし、この医師たちを処罰することで感染情報を隠蔽するという、とんでもないことをしていたんだぜ。民間の人たちを思って行動した人たちなのに、ひどい対応で処罰されるべきなのは、明らかにその医師たちじゃないわ。この隠蔽は史上最大の隠蔽と示されて、中国に対して数兆ドルの返済を求めるという内容の法案が提出されたんだ。それが中国が嘘をつけば人が死ぬ法案なのね。でも本当にウイルスは武漢研究所から流出したのかしら。発生源については諸説あるんだぜ。具体的にはどんな諸説があるの？一つは、さっきから説明している通り研究所から流出した説だ。トランプ氏のほか、FBI のクリストファー・レイ長官もこの説なんじゃないかと言っているんだ。世界的な立場にある人たちに押されているのね。この説が押される理由は、新型コロナウイルスが初めて発症したとされる場所が、武漢研究所から車で40分ほどの市場だったというのが一番の理由なんだぜ。一番最初に発症した場所がそこなら、その近くにある研究所が疑われるのは当然のことね。さらに、アメリカのポンペオ国務長官も新型コロナウイルスの感染拡大は中国に責任があると中国を非難する姿勢をとっているんだぜ。中国の敵がたくさんいるわね。面白くなってきたわ。ポンペオ氏はさらに中国に対し、人類共通の敵となり人としての最低限をも踏み破ったとも言っているんだ。新型コロナウイルスのせいで事態は変わってきてしまったものね。でも具体的にどう人類の敵になったっていうのはまさか、またやらかしをしていたの？そうなんだぜ。中国は WHO による新型コロナウイルスの発生源の再調査を妨害したんだ。それが本当なら大変なことよね。自分たちの身の潔白を証明するためにも、この調査に真実を明らかにしようと思わないのかしら。WHO は調査のために調査団を中国に派遣していたんだが、中国が調査に必要な認可をしなかったために、調査がかなり難航したんだ。明らかに調査されたくない何かがあるってことね。だが、当の中国は全く反省の素振りが見えていないんだ。当時、中国ではすでにコロナが落ち着いてきていて、感染を抑えたという自信があるからか、感染が深刻化している他国に支援をする余裕っぷりを発揮したんだ。随分と余裕な様子ね。まさに自分たちは関係ありませんって言っているみたいで、嫌な気分になるわ。そんな中国の態度を見て、中国は世界を救うなんて言っている人たちもいるくらいだぜ。いやいや待ってよ。そもそも中国がちゃんとコロナに対応していたらこんなことにはならなかったのよ。むしろ破滅を呼んだ国じゃない。そんなに余裕な態度をとって、世界からどう評価されるかって考えなかったのかしら。落ち着いてよく考えてみれば、世界中からバッシングを食らうかもってわかるわよね。その通りだな。しかしさらに中国は許せない態度をとったんだぜ。まだあるの？本当に最低な人たちね。それだけひどいことをすれば気が済むのかしら。なんと中国外務省の趙立堅報道官がツイッターでこんなことを言っていたんだ。アメリカでの感染はいつ発生し、何人が感染したのか。武漢に感染を持ち込んだのはアメリカ軍かもしれない。さらにアメリカは透明性を持ち、データを示して説明をするべきだという内容だぜ。どういうこと？コロナ感染者が初めて出たのは中国よ。それなのにどうしてアメリカがコロナの感染源だって断定しているの？さすがにありえないわ。中国はこの他にも正々堂々と世界は中国に感謝だ。中国の巨大な犠牲や努力なくして、世界各国は感染と戦う貴重な時間を得ることはできなかった。中国は教科書だという発言をしているんだ。全く反省していないのが見て取れるだろ。多少は塩らしい態度を取った方がいいと思うわ。
100歩譲ってコロナが自然由来のものだと主張するならまだ理解できるけど、これはさすがに無理があるわ。コロナで世界中が苦しんでいる時に、中国に感謝しろとか、中国は教科書だとかそんなこと言って世界から反感を買うとわからないのかな。でも確か、アメリカのお医者さんが、その説を否定していなかったかしら？とあるアメリカの共和党議員を兼任している医師は、自然由来というのはありえない。あまりに完璧ウイルスすぎると発言しているんだ。完璧なウイルスってどういうことなの？過去に発生した有名なパンデミックといえば、SARS や MERS があるよな。それらが発生した時期とコロナが発生した時期を比べてみると、感染能力が桁違いなんだそうだ。コロナは一瞬で世界中に広がっていった印象があるわ。対策を練る時間もろくに取れていなかったわよね。あの期間は家から出ることもできないし、会いたい人に会うこともできない、とても辛い時期だったわ。この時間を返してほしいわ。すでに完成されて隠されていたものが、殻を破って出てきたような感じがするんだ。それが武漢研究所かもしれないってことね。そういうことだな。さらにもう一つ、自然由来だと主張するにはおかしい点があるんだ。一体どういうことなの？それは自然由来なのであれば、どうしてすぐに世界中に情報を共有しようとしなかったのかってことなんだ。さっきも言っていた、お医者さんを処罰して口封じしたってやつね。もし本当に自然由来で後腐れないんだったら、発症した時点で世界中に情報を共有して食い止めるのが本来やるべきだったことよね。発生当時から中国が世界中に情報を共有せず、その上国内でコロナを収束させることができなかったから、こんな事態になっているのではと感じてしまうよな。それは確かに一理あるわね。だが当の中国サイドは情報を共有してきたと主張しているんだぜ。言っていることとやっていることが合っていないわ。情報開示の必要性について、アメリカのブリケン国務長官が中国の外相との電話会談でこれを強調したんだ。これに対し中国外務省は危害が一番大きい時期に、人民の命を守った防疫措置を最適化された。あたかも自分たちは正しい行動をしていると主張するかのようなことを言っているんだぜ。本当に最適化されていたなら、今頃こんなことになってないわよね。感染状況などの共有についても、中国は終始責任ある態度で WHO や国際社会と、情報を共有してきたと言っているんだぜ。本当に情報共有はされているように見えるのかしら？全くそうは見えないような。もし本当に情報共有をしようというつもりがあるなら、調査団の調査を妨害したりするはずがないんだよな。それはさっきも言っていたわね。詳しく教えてほしいわ。ことが起きたのは1月5日、新型コロナウイルスの起源解明をするために、WHO から国際調査団が派遣された時に起きた出来事なんだぜ。調査団の団員は5日に中国に向けて出発し、中国国内で自主隔離期間を経て、新型コロナウイルスの震源地となった湖北省武漢市に入る予定だったんだ。なんだか嫌な予感がするわ。いざ調査団が中国に入ろうとすると、当日になって中国が入国の許可を出していないことが分かったんだ。そうなの？こういうのって、急に来るはずがないから前もって準備はできるはずよね。もし入ってはいけない理由があるなら前もって連絡できたはずなのに、これってドタキャンと同じよね。そうなんだ。WHO で緊急事態対応を統括するライアン氏によると、調査団のうち2名はすでに出国したが1人は引き返し、もう1人は経由地に留まる羽目になったんだ。他の団員も渡航することができず、結局調査はできなかったそうなんだ。これじゃあまるで、起源を調査されたら困るって言っているようなものね。もしかして本当に研究所から流出してしまったってことなのかしらね。この話を聞くと、研究所から流出したように思えるよな。ここまで隠そうとする理由なんて、それ以外ありえないものね。そう思っている人もきっと、たくさんいるだろうな。そしてついに、アメリカのエネルギー省がこの一連の騒動を動かす見解を出したんだぜ。新型コロナウイルスは、何らかの事故で武漢ウイルス研究所から流出したというものなんだ。すごく断片的ね。それってつまり、それだけの証拠があるってことよね。この結論に至った理由は何も、発生場所が武漢研究所の近くだからってことだけではないんだ。確かに、それだけでは証拠としては弱いものね。一体どんなものだったの？それは新型コロナウイルスのゲノム解析の結果なんだ。エネルギー省が新型コロナウイルスのゲノム解析を言ったそうだぜ。その結果、CGG-CGG という組み合わせの塩基配列が発見されたんだ。これだけだとよくわからないわ。
この塩基配列が何を示しているの？そもそもこの塩基配列は、自然界には存在しないものなんだ。じゃあ、人工的に作られたってことは確定よね。そしてさらにこの塩基配列は、ウイルスの感染力を試すための実験に用いられることが多いものなんだ。このことから新型コロナウイルスは、人為的に作成されたとエネルギー省は発表することになったんだぜ。こんな決定的な証拠を出されたら、中国も気が気じゃないでしょうね。世界をこんなに困らせたんだから、その罪をきっちり償ってほしいわ。当の中国の様子が現在、どんな感じか知りたいか？もちろんよ、教えてほしいわ。今、中国のコロナ感染者は減少傾向にあると発表されているんだぜ。なんと2月23日にはコロナで亡くなった人がゼロだったと公表されたんだ。毎日コロナで亡くなる人がいる中、死者がゼロなのはすごいと思うけど、それって本当のことなのかしら？よく気がついたな。中国が発表した統計には、自宅で亡くなった人のことを数えていないんだ。それじゃあ発表した実際の死者数は、その数よりも多いかもしれないってことよね。そうだな。つまり本当の意味でコロナでの死者がゼロになっているとは、判断できないってことなんだ。そんな偽りの数字を発表して見栄を張ったって、コロナを流行らせた罪は消えないのにね。どうにかして汚名返上をしようと必死なのかもしれないな。今さら何をしても無駄だと思うわ。こんな嘘をつかれたら WHO も黙っていなさそうね。実際に WHO は、中国に対して感染者のうち交通事故死といった、明らかにウイルスが原因ではない例を除き、コロナの死者数として計上するようにと注意したんだ。ここまで真っ黒なことをしてしまった中国は、もうどれだけ批判されても受け止めるしかないわね。じゃあ最後に、これまで紹介した話をまとめていくぜ。よろしくね。まずアメリカのエネルギー省のコロナは中国の武漢ウイルス研究所で作られ、流出したという発言。これには本当にびっくりしたわ。信じられないことだもの。本当だったらとんでもないことだと思ったし、だとしたら中国は許されるべき国ではないと思ったわ。武漢研究所に近い場所だからってだけの理由だったら犯行できたかもしれないけど、もう一つの証拠が決定的だったわね。そうだな。そしてトランプ前大統領は昨年からその説を推していて、中国には損害賠償を求めるべきだとも言っていたな。中国製品には 100% の関税をかけるべきだとも主張していたということ。これほど深刻な被害を出されたら、それくらいしてもらわないと納得できないわ。反省しているなら、ちゃんと態度で示してほしいわね。これまでの中国の態度を見ると、反省している様子はないわよね。ムカつくわ。そしてアメリカの議員たちによって中国が嘘をつけば民が死ぬ法案が提出されたということだ。数兆円の返還なんてすぐにできるはずがないし、これが実際に認められれば、中国は甚大な被害を受けることになりそうね。これであの図太い中国が反省するかはわからないけど、少しでも打撃を与えることができたらいいなと思うぜ。そしてウイルスの起源について、自然発生の可能性もないことはないけど、それにしては中国の態度がおかしすぎるわ。逆に武漢研究所から流れた説の方が有力に思えてしまったわ。FBI の長官やトランプ氏、ポンペオ氏が言っているように本当にコロナが武漢研究所から流出したんじゃないかと疑ってしまったわ。それなのに、中国はむしろ防疫措置を最適化させた世界は中国に感謝すべきとまで言っているぜ。これは本当になんでと思ったわ。中国がちゃんとウイルスを止めてくれればそもそも世界をこんなことにならなかったし、対策をすればマシになったかもしれないわね。十分な努力をしてないくせに、威張るのはやめてほしいわ。そしてアメリカのエネルギー省が、どうして武漢研究所から流出したと断言したのかっていう証拠だな。ゲノム解析なんて争いようのない証拠だと思ったわ。こんな決定的な証拠があれば、いくら中国でも言い逃れはできないわよね。おとなしく自分たちのしてしまったことを認めて反省してほしいわね。そして中国が現在どんな状況に陥っているのか、死者ゼロって言葉で世界の人々を騙しておきながら、蓋を開けてみれば死者はいましたって本当にひどいわ。中国に感謝しないと、とか中国はさすがだと思っている人だっているのに、そんな人たちの期待を裏切るなんて最低ね。これまでの解説を聞いて、中国に対してどう思った？本当に中国はダメね。怒りが湧き上がってきたわ。中国アンチしたくなったわ。世界中の人々が困ってしまうきっかけを作った中国は、それなりの制裁を受けるべきよね。これから先、世界がどう動くかは正直に言って私たちにはわからないけど、中国の味方をしてはいけないということはきっと変わらない事実よね。ここまでひどいことをしたんだから、反省したって許すことはできないな。そうよね。亡くなった方たちの命はもう戻らないもの。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。